今回は博多風味庵の博多みのりかアマホウエハロールっていうのを食べていきたいと思います。まあこんな感じの軽い感じのお菓子ですね。まあ中は白くなってますけど、まあチョコレートかなんか入ってるような感じではないんで、まあ多分いちごの多分白いのがなんかのあるんでしょう。食べていきましょう。確かにいちごの香りと味がして、まあ、軽くて食べやすいんでいいと思います。まあくどくもなく、まあ美味しいですね。今回は以上です。